私が一目惚れしたあの星のバッグなんですけど、これなんかすごいディオール好きな人だね。中に入ってるのはいちご。これ買ってきたかなってすごい満面の笑みでくれたので可愛いなと思って、はい、私のバッグの中身を紹介していきたいと思います。このバッグ自体はですね、クリスチャンディオールなんですけど、これね、買うつもりなかったんですよ。で、あ、可愛いと思って、その時は旦那さんといたんで、どっちかっていうと旦那さんはストップする人なんですよ。これいらないからとか言って、でもなんかどうしても欲しくて、そこを押し切って、私が一目惚れしたあの星のバッグなんですけど、ディオールのこのブックトートって、ここに何かロゴを入れられるんですけど、私はこの生まれ年の1986っていうのを入れました。でもなんかこう、グレーだったらグレーにしてますよって言われたんですけど、なんかキラキラしたいなと思ってここはゴールドにしてます。はい、そんな感じでちょっとバッグの中身を紹介していきたいと思います。まずはこれ、スターバックスのタンブラーなんですけど、中は自分で作ったあのデカフェのなんかラテなんですけど、大好きでハマってるものをいつも入れてるんですけど、紅茶の時もあって、ルイボスティーの時もあって、いろいろあるんですけど、今はデカフェの、 あの私が好きなオーツミルクで割ったものを入れてます。これはね、普段はこの斜め掛けするやつをつけてたりするんですけど、それを忘れてきちゃう時もあって、今は忘れましたということで、バンっていうあのバッグに入れてるんですけど、このね、待ち受けもね、これなの、私どんだけ好きなんで、今ね、ちょっとメール入ってますけど、そうなんですよ、もう本当にあの好きなんですよ。で、これはディオールの占いみたいなのがあって、その中で乙女座っていうのを入れて、なんか待ち受けできますよっていうのがついてきたので本当ハマるとドハマりするタイプで、お得なんですよね、気質がこれなんかすごいディオール好きな人だね。ディオール好きなんだけど私フランスの方でディオール店に行ったことがあって、そこからなんか歴史を知って、あ、ディオールってなんて素晴らしいんだろうって思ってから、ディオールは好きなんですけど、これはあのディオールのあの財布が入ってるんですけど、これはもう一目惚れしてあの買ったやつなんですけど、で、このポーチなんですけど、ポーチに入れるのが好きなんですよ、とにかく。で、もともとそのディオールのこの財布が入ってたポーチがキツキツだったんですね。でも別にそれは持ち歩くためじゃなくて、これをカバーするためのものだから、別に出したら使わないじゃないですか、普段は。なんですけど、私はそのポーチを持って出かけるっていうの、もう財布をカバーするっていう意味で、それを毎回こうキツキツの中から出すと、すごいお会計が大変だなと思って、おばあちゃんにディオールのリボンを渡して、ポーチを作ってほしいっていうことで作ってもらったんですよでおばあちゃんはあの紐を通すのが苦手だから、それお母さんがやってくれて、そこに入ってるんですけどだからお母さんとおばあちゃんの共同作業で作ってくれて、そのポーチを私のこういうカバーにしているって感じですしかもゴムになってるんで、すごいなんか無限に伸びるみたいな、なんかあんまり閉まんないんですよね、伸びるからなんでそれもなんか愛嬌かなと思って、そんな感じでこうポーチを持ち歩いてます。カードケースもついでに買おうと思って、その時にカードケースをどんだけ好きなんだよって感じなんですけど、とにかくなんか物が多かったり、カードも多かったりするんで、いっぱい入るのってこれだったんですよ。だから揃えてもいいじゃないですかって言われて揃えたんですけど、でお母さんがちょうどなんか刺繍の練習をしてて、でお母さんがこのミュウミュウなんですけど、全然ブランド違うんですけど、この刺繍をやってみたんだって言ったら、そのポーチいいかもって言って取り上げたポーチはい、でまたどんだけ似合うこれもともとはエアポッツが入ってたんですけど、なんかエアポッツプロにしたら入んなくなっちゃって、でそのエアポッツつながりこうやっていきますね。これはあのほっとしましたね、もうディオールじゃないです。これはケースティファイのセーラームーンのケースなんですけど、これはエアポッツプロが入ってます。これをここに入れてたんだけど入んなかったんで、あのちゃんとケースを使うことにしました。可愛いんですよ、ここにあるやつねそう、押しても何もならないんですけど。そしてこのポーチです。これはハリーポッターと GU のコラボのポーチなんですけど、私ハリーポッターも大好きで、結構グッズとか集めたりとかしてるんですけど、中に入ってるのはいちごいちごのね、小銭入れなんですけど、私毎日神社に行くのにハマってて、だから小銭っていうのは結構重宝するので、こういうところから探すよりも小銭をパッて出した方が楽なので、これを持ち歩いています。ポーチの中身ね、
あ、これ私すごいバタークッキーが大好きで、プレスバターサンドっていうクッキーなんですよ。それがなんか何千以上買うとミラーがついてきますっていうので、このミラーがもう削れてるんですけど、これがすごいねいい感じなんですよ。なのでこう可愛いなと思いながら毎回使ってます。で、あとは大好きなリップですね。これはラロッシュポテのリップなんですけど、色味はないですね。色味はないリップクリームと、はい、でこれはシンシアガーデンで買ったやつですね。これはリップグロス CBD オイルが入ってる。で、これがももちゃんがモデルになってるウォンジョンヨっていうコスメのブランドなんですけど、2色入ってますね。これはちょっとブラウン系の色と、でこっちはちょっとピンク色かな。この2色を使い分けたりとかしてますね。まだリップ入ってますね。これはスックですね。これなんか塗りすぎててこう唇の形になってるからよくつけてるっていう。これもねすごいいい感じの色なので、そんなにこう濃い色って感じはないんですけど、私の口に合ってます。で、これですね。これはオーガニックのリンクルパックエッセンスっていう、最近まで大阪に行ってたんで旅行に行くからちょっと乾燥が気になるなと思って、これはこういう風になってるんですけど、これピッて出してでくるくるってこう乾燥がピタンとかピピピってやるやつなんですけど、それをポーチにパッて入れたまんまでした。これはあれですね、これもシンシアガーデンかな。これママバターのハンドクリーム、これすごい使ってますねあとは最近ツタヤで買ったボールペンなんか可愛かったんですよ、この色味が。あんまり見ないなと思ってで買ってきたボールペンと、これですね。これは指輪なんですけど、結構大きい指輪が大好きで、でよくつけてるんですけど、カチャカチャ言うんですよ、特に箸を持つとき。こっちにつけてるとどうしてもカチャカチャ言うなと思って、こう外してお店にこう置き忘れることが何回かあるんですけど、それでも取り外すのはもうやめられないんで、でもつけるんですけど、なのでポーチに入れることを覚えたんですよ。で、そのポーチ入れたまんまだったっていう普段入ってるわけじゃないんですけど、多分レストランでこうやって入れたんだと思います。ないなと思ってたんですよ、ここにありましたで、それでこれですね。これはアロマパシーっていうアロマのところが出しているロールオンのやつなんですけど、これ結構フリフリってちょっとこうなんかドヨンとするなっていう時にこれをグリグリってやってちょっとスッキリさせるってことをやってます。あとはネイルをちょっとやってるので、ここら辺にグリグリってやってこうやってやって、あ、いい香りっていうこともよくやってます。すごいいいです。で、私の必需品、これ iPad mini ですね。そのシールがすごい好きで縦に貼ってます。で、あとはカエロケットカンパニーっていうラジオがあるんですけど、夫婦で大好きなラジオで、それにゲストで出させてもらった時にもらったステッカーをすぐにつけましたはい、あとはこれはマーク・ジェイコブスの帽子なんですけど、この中にはデジカメが入ってます。これはパッて撮りたいなっていう時に撮ったりとか、ムービー回したりとか YouTube 用に。ムービーとなるとそんなに画質は良くないんですけど、ちょっとレトロな感じがいいなと思ってよく持ち歩いてます。で、これは撮ったらすぐに iPhone に入れるようにこれを持ち歩いてます。これはサングラスですね。あんまり色がないようなサングラスなんですけど、これが好きでよくつけてます。読めないけど、おいう、このブランドです。 BJ クラシックスコレクション。でも、もう一個 iPhone を持ってて、こっちは YouTube 用に回すようにこれ持ってるんですけど、これはドルチェ&ガッバーナのケースをつけてます。落ちてもね、大丈夫なんで。大丈夫ではないんですけど安心なのでこれをつけています。で、あとはお母さんからもらった福井のチョコですね。これ美味しくて、ここのこれ横井チョコレートっていうところなんですけど、福井に帰った時よく買ってるチョコレートのブランドなんですけど、その時お母さんがこれ買ってきたかなってすごい満面の笑みでくれたので可愛いなと思って。最後はこれ歯ブラシですね。これは韓国に行った友達がお土産でくれたんですけど、歯磨き粉がしょっぱくてソルトレインって書いてあるので、多分お塩なのかなと思って使ってますはい、そんな感じですね。結構いっぱい入ってましたね。これが私のバッグの中身でした。